三振、空振り三振かな、取った後に、バーカ舐めんだというようなことをね、発言して、しっかりもうテレビに抜かれていて。はい、お疲れ様です。9月24日、本日のカープ KT です。今回もご視聴ありがとうございます。今回の動画は、カープの、ね、試合がないということで、また、アラフォーのカープファンのおっさんが好き勝手喋っていくという動画になっておりますので、カープファンの方は、ね、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。またドラゴンズファンの方だったり、ね、タイガースファン、ジャイアンツファンの方も、ね、関係なく見ていただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、久しぶりにゲームの、ね、予定すらないという土曜日、そして明日も含めるとね、土日と週末となっております。まあ、雨天中止とはね、何回かあったんですけども、予定すら入ってないということで、非常にね、無気力で過ごされた方も多いのかなというふうに思います。私もね、まあ、そのうちの一人なんですけども、まあ、昨日の負けもあってね、非常に今日は心がパッとしないような感じで一日過ごしたんですけど、皆さんいかがですかね。まあ、そんな中でね、ドラゴンズがジャイアンツを倒してくれたということで、まあ、わずかながらというか、もう首の皮1枚ぐらいで、皮をね、本当にペラペラの皮1枚で、なんとか CS 出場に向かっては、つながっておりますので、明日もね、ぜひドラゴンズ勝ってほしいかなというふうに思っております。はい、明日はね、菅野さんと、大野さんということで、まあ、1個違いかな。菅野さんが、田中康介さんや菊池さんやね、野村さん、丸さんとかね、の世代で、大野さんがね、その1個上という年なので、まあ、大瀬良さんや栗さんよりね、全然年上の世代のピッチャーなんですけども、まあ、そちらをね、元エースと言いますか、まあ、現在もエースなのか、ちょっとその辺はファンの方の捉え方によって違うと思うんですけども、投手戦がね、非常に予想される、2人の名前が出ておりましたんで、まあ、ここもね、大野さん、いい時と悪い時、はっきり分かれるタイプのピッチャーなんですけども、ここはね、大野さんが抑えることを信じて、もう一度ね、ジャイアンツを倒してくれることを期待しております。はい、で、明日ドラゴンズ勝っちゃえばね、本当にまた、首の皮がね、ちょっと分厚めに残って、可能性というのが、ね、出てくるんでね、まあ、明日もしっかりね、私の地元、愛知県で試合をしているので、念力を送りたいと思います。はい、で、今日はですね、予定もあんまりなかったので、ワンチャンバンテリン見に行ってね、ドラゴンズ応援しようかなというふうに思っていました。はい、しかしですね、チケットがまさかのないというような現象が起きております。はい、バンテリンなんでね、いつもジャイアンツ戦だろうがなんだろうが、週末だろうが、最近はガラガラだったんで、当日券だろうがね、まあ、前日とかでもね、コンビニで手配すれば手に入るのかなというふうに高をくくっていたんですけども、今日も発表できますと35,180人ということで、バンテリンではもう超満員ですね。はい、ということで、チケットも確保できなかったので、ちょっと断念して、テレビの方でちょっと見ておりました。で、ドラゴンズ強いですよね、やっぱり。最下位のチームの野球じゃなかったです、今日は。はい、小笠原投手がね、意地のピッチングして、4番のビシエド選手がランナーを返すという展開で、非常にね、優勝争いしているようなチームの、勝ち方をしておりました。で、小笠原投手もね、気合入ってまして、前回かな、前々回かな、その時もジャイアンツ戦の登板で、バッター、吉川選手に対して、三振、空振り三振かな、取った後に、バーカ舐めんなというようなことをね、発言して、しっかりもうテレビに抜かれていて、若干ね、ヤフーニュースだったり SNS を騒がせたということで、まあ、最初はね、年上の吉川選手に対してバーカ舐めんなみたいなことを言ってたんで、若いやつが生意気だみたいな、ちょっと風が吹いたんですけども、逆にね、その後ちょっと一回落ち着いたら、これがもう戦う姿勢やみたいな感じでね、称賛の方に変わっていきましたね。ということで、小笠原選手がね、今日もしっかり気合満点で、ジャイアンツ打線を抑えて、2対1でドラゴンズが勝利するということで、これで、勝敗でいきますと、負け数が、カープが今71敗で、ジャイアンツがこれで今日で70敗ということで、まだ1個ね、追いついてないと言いますか、追いつかれてないと言いますか、はい、ということなので、まだ不利ですね。なので、ジャイアンツと同率になってしまうと、ジャイアンツがね、上行ってしまうんで、ジャイアンツよりはね、しっかり勝たないといけないんで、引き分けの数も一緒なんで、勝ち数がね、上回った方が、上に行くということなので、一緒じゃダメなので、タイガースは一緒なんですけどね。はい、なので、ジャイアンツの上に行くには、ジャイアンツよりも1個多く勝たなきゃいけないということなので、じゃあ最低でも明日負けてもらって、もう1個どっかで負けてもらわないと、カープが3連勝してもいけないということなので、まずは明日
絶対ねドラゴンさんに買ってもらいましょう。はい。でタイガースに関しては同じね星の数でいけば上に立てるということなので、ここはねまだ、なんとなく可能性はありますということなので、やっぱりねジャイアンツとの最終戦ですね、ズムスタでやったあそこを勝ちきれなかったという、まあ、昨日も含めてそうなんですけども、ここぞというところで勝ちきれない今年のカープ、本当に痛いですね。まあまあまあ前半でもね、勝てそうな試合を落としたというのが、まあ、ここに来て響いてるんですけども、ジャイアンツとね同率じゃ厳しいということで、まだ首の皮しか繋がっていないという状況になっております。そしてですねタイガースに関して言えば、残り3試合が全てスワローズ戦になってるんですよね。なので優勝決まったスワローズなのか決まる前のスワローズなのか、よく分かりませんし、決まった後の方がスワローズが戦いやすいのか、決まる前の方が、気合が入っているのかと、いろいろどっちの方がカープにとって都合がいいか分かりませんけども、まあ、とりあえずねスワローズの優勝はまあほぼ間違いないと思いますんで、そこはねスワローズを応援していきたいなというふうに思います。はい。で昨日の動画なんですけども、昨日の動画のねコメントを本当にたくさんの方にコメントをいただきまして、目立ったコメントとしましては、田村さんのね姿が見たいと、一軍での姿が見たいということをいただきました。はい、こちら出してきますね。はい、田村さん、ルーキーですね。愛工大名電、我らが愛知県の愛工大名電出身の、外野手ということで、ピッチャーもやれるのかな、だけど今年に関しては、外野手でやっているということなので、まあ、肩も強い外野手なのかなというふうに伺います。はい。でちょっとね自分プレーした姿見れてないので、ちょっとファームがね見れないんで、憶測で喋っているんですけども、まあ、178cm 90kg ということで、まあ、ここはね、交渉はちょっと当てにならないんですけども、 178cm 90kg ということで非常にがっちりした体格かなというような感じが伺います。なので坂倉選手に近いような体型なのかなということを勝手にイメージしております。で左投げ左打ちということで、ドラフト4位で入ってきているということで、まあ、高校生なんでね、3、4年、しっかり下で頑張ってもらって上がってきてくれるのがいいかなというような、期待でね、取ってるとは思うんですけども、ファンの皆さんのね、反応見てると、早く田村を追いでみたいという意見もあったんで、ぜひね、残りの3試合どっかでね、見たいなというふうに思っております。で、他のコメントでいきますと、翔水さんや中村翔成選手もね、下で結果を残しているということなので、見たいということで、ご意見をいただきました。はい。なので、まあ、残り3試合ね、仮に明日ドラゴンズが勝って、首の皮の、ちょっと厚めのね、首の皮が繋がったとしても、若手をね、試す機会にしてもいいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、若手を使った結果、勝てば CS でまた暴れてもらえばいいですし、もうね、また、ここで松山選手だったり、相澤選手だったりね、体に不安のあったり、ベテラン選手をね、使うのも、まあ、その時期ではないのかなというふうに考えていますんで、若手のね、選手を使ってほしいなというふうに思います。なので、先発ピッチャーも、もう、今年はね、クイ投手と大瀬良投手はもういいです。はい。実際、日数的には投げ入れるだけね、間空くんですけども、なので、森下投手、遠藤投手、玉村投手、この3人でね先発、もしくは森投手あたりで3人のね残り3試合、先発いってほしいなというふうに私は考えています。もうここにて、栗投手ね、ね大空投手がいきなり調子戻るというのは考えれませんし、もういいです。はい、お腹いっぱいです。はい、中崎さんもお腹いっぱいです。はい、ここはね若手でどんどん回してほしいなというふうに思いますんで、ぜひねよろしくお願いいたします。はい。ということで、ゲームもね、明日もない、明後日もないということなので、あんまりここで一日で、ね、喋ってもしょうがないので、本日は以上にしたいと思います。はい。今日の動画は、ドラゴンズ、勝利ありがとうございます。おめでとうございます。動画でございました。福留選手のね、引退試合の翌日、非常にね、気持ちのいい勝ち方できたと思います。ドラゴンズにとっては。なので、明日もぜひ頑張っていただきましょう。ということで、本日も終わりたいと思います。はい。というわけで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、まだの方はぜひしていただいて、いいねボタンも押していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい。というわけで、今日もね、カープ、アラフォーおじさん、カープファン、勝手なフリートークでございました。失礼します。いってらっしゃい。違う。やっちゃおうよ。おやすみなさい。